こちらが完成した島田市役所の新庁舎の模型。横180センチ、奥行き90センチの畳1畳ほどで100分の1の大きさです。内部の仕切りや机、椅子まで精密に再現されています。この模型は島田工業高校建築科の3年生10人が市からの依頼を受けておよそ9ヶ月かけて制作し、今日染谷絹代市長に引き渡しました。少しのズレで1階、2階、3階が全部ずれてしまって柱が通らなくなってしまうので、その各階の柱の通る穴の大きさだったり、あと柱の太さを調整していくのが大変でした。市は今日からこの模型を市役所1階のロビーに展示しています。